あちゃん、デデンデンデデン、出産予定日が来た。おめでとう。はあ、あーちゃん、喜ばしいことだよ。出産予定日 X で待ちに待った10月20日。あーちゃん、どうしたの？陣痛が来なかった。あちゃん、そんなさ、予定日通りに来るのは少ないんだよって書いてあったよ、さっき。実はそんなに多くありませんって書いてあったよ。目安なんだからさ、ねえ。でもあちゃんはさ、これによってお腹を切ることが確定した。確定はしてないですね、まだ。21日の明日の昼までだっけ？ん？でも今日は日付回ったばっかりだから、うんうん、あと36時間以内に陣痛来いって感じだよね。怖すぎ。来たら手術じゃなくて普通に分娩っていうことになるんだよね。あーちゃん、もうどっちもさ、もうどっちも嫌なの、正直ね。なんだろう、なんか美化できない問題なの、私の中で。痛いもんは嫌だし、うん、嫌なものはもう嫌としか思えないし、うん、もう願わくばもう意識を失ってる間に全てが終わっててくれって感じなのそれぐらい怖いの。でもなんかもう手術の方が私はなんか嫌なの。怖い、もう分かってるから。怖いよね、全部怖い。全ての可能性は何を考えても、あーちゃん怖い。もうね、だから一番今ね、もう夕闇いざなし、四国のエンジェルまだ闇じゃない、このもう暮れかけてる心が。とりあえずでもこの目安となる10月10日間、お疲れ様でした。うーくんはさ、育休に入っていっぱい寄り添ってくれた。やっぱりうーくんはいい旦那さんだと思う。いただけだよ、あーちゃんの隣に距離って。男はさ、何にもできないんだから、いい旦那なんていない。悪しき男たち、それが生物だけど、その中でもうーくんは寄り添ってくれた、うん、心にね。これからも共に行こうではないか。デリカシーのないことを言ったりするひどい男だっているんだよ、世の中には。たくさん。そうか、うーくんはあるよ、デリカシー。うーくんはデリカシーがいっぱいある。うん、デリカシーマシマシ妊娠中にはさ、男はデリカシーマシマシでいかないといけないんだねせめて油多め、麺固め、デリカシーマシマシちょっとのことでもそうだよ。例えばちょっとのことだけどさ、あの毛深くなったりするじゃん、妊娠中は。うん、うわ、毛生えてるとか言ったらもう最悪だね。少なめ、削り、削りかし、そこなし、削りかし、そこ、そこかし、そこなし。どんだけあーちゃんがマイナスになっても、うーくんは、うーくん、あーちゃんは可愛いよ、あーちゃんは頑張ってるんだよってずっと言ってくれた。そうだよ、ありがとう。あーちゃん最近祈るご、祈るのが癖なんだ、こうやって。ああそうなんだ。もうやるしかないんだけどね。うん、くよくよしてても何も変わらないしさ、考えたってどうにもなることでもないしさ。うん、なんでそんな上から撮るの？これの方がなんか可愛いから。うーく、じゃあ今の、今まではブサイクだったってこと？違うよ、
このアングル新しいなと思って。いいよ、妖精さんみたいで可愛いなと思って。とりあえず本当にコロナでなんか入院中の病室へのお見舞いとかが行けないのもマジでやばい、やばすぎる。それがだってさ、妊婦さんはさ病気じゃないからまだ5日間だったり9日間だったりで退院できるけど、うん、世の中にはいろんな患者さんがいて 1ヶ月間入院しなきゃいけない人がいたりとかするわけじゃん、うん、そういう人たちだってさ、そういう人たちは今もお見舞いとかをなく生活してるんだと思うと本当にね、ご飯がありがたいなって思う。ご飯しか、なんか楽しみはない、あーちゃんの中で入院生活中の。あとズームやろうとか、そうだね、病院食食べようとか、毎日なんかライブでコラボしたり楽しいことにしよう。そう、もう SNS が本当に感謝。 SNS ってさ本当すごい。もうあーちゃんはもう子供の名前 SNS にする名前も決まってないんだよね。うん、まあ、なんか候補は出して、ああいいねっていうのはあるんだけど、まあやっぱ肝心なところは顔を見てから決めるっていうスタイルだよね。前もそうだったけど、あーちゃんさ、でもこの前の出産は予定日より3日ぐらい遅れて、この前マジで1日来ないって言ってたんだよね。言ってた、うん、だってあーちゃんさ言ってたんだけどさ、こういうママアプリみたいなのあるじゃん、うん、ここに出てくる言葉たちってね、今日は出産予定日ですね、朝からそわそわしてると思います、でも出産予定日に生まれてくる赤ちゃんの数はそれほど多くありませんよ、たとえ今日陣痛が来なくても焦らないでくださいみたいな、もう柔らかいことを言ってくれるのね、うん、いやそれはそうでしょ、出産アプリ、まあーちゃんがもしアプリを作るんだったら、うん、デルテーン、ここまでよくお前は耐えてきた、この地獄の10日間、とつき10日間をもうあと少しだ、お前はここまでやってこれたんだ、生きてる、だから出産も絶対乗り越えるはずだ、大丈夫、こんな苦しいことを乗り越えられたお前はもう最強のお母さんだみたいな、そういうアプリを作ってほしい。おかしいでしょ、おかしいでしょ、男すぎるでしょ北斗の拳の妊娠応援アプリってこと、毎日毎日変わるの、そう、次回予告みたいに読み上げてくれるの、そうじゃあそれを早めに言ってくれれば俺が毎夜そうやって読んだのデーレテー風に、いや今日から安定期だ、暴れ暴れみたいな妖精彼女をたくさん取れたねそう、なんかそういうなんか気合入る系の妊娠アプリないかなって一瞬探したもんねもうやだ、手術、もうあーちゃーん、あーちょちょちょおちょちょおちょ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 あー、しゃくれちゃって、こんなしゃくれちゃって、あんたみんなありがとう、いつもあーちゃんにリップとかさ、コメントいっぱいくれてさ、全部さ、応援してくれる、ありがとうございます。こうだったよ、私はこうだったよっていうのを見るのがすごい、なんか心強い、うん、あーちゃんはさ、出産レポートみたいなのをさ、夜にさ、いつも見てるもんね。うん、でも自分のことを知ってる人からの言葉だって思うと、さらに信じられるじゃん。あーちゃん、私はこうだったからねって、あと私は経験がないから分かんないけど応援してるよって言ってくれる人がさいるだけでさ救われる。あー、ありがとうございます。皆さん、生まれた後は精一杯またこの子のお世話をする、あと YouTube もやる、その2つを頑張る。出産予定日当日のレポートでした。はい、ちなみに今回は陣痛来たとかそういう動画は回しません。でも生まれたら報告します。うん、まあ遅くても23人は生まれるから。うん、あーちゃん、はあ、ズームしようね。うん、マジで入院中会えないのきつすぎるよな、うん、じゃあ私はあと2日陣痛が来るか来ないかは分かりませんが、多分来ないので手術に向けて準備をしていきたいと思います。